こんにちは、動画ファンの成田です。今回は YouTube ショート動画をもっと簡単に音楽付きで投稿する方法をご紹介いたします。前回このような YouTube ショート動画の投稿を YouTube アプリから簡単にできる方法としてご紹介をしたんですけれども、今回はもっと簡単に音楽付きの動画を投稿する方法をご紹介してまいります。まずは YouTube ショートとはおさらいですけれども、1分以内の縦型の動画を YouTube ショート動画と呼んでおります。前回こちらの YouTube アプリの中のショート動画を作成というこの機能を使って簡単に YouTube ショート動画投稿できるということでご紹介をしたんですけれども、今回は音楽付きのショート動画をもっと簡単に投稿する方法をご紹介してまいります。ではどのようにやるかと言いますと、通常 YouTube でこう動画を閲覧している時に音楽の YouTube 動画もあると思うんですね。その音楽を YouTube ショート動画で使いたいなということもあるかと思います。で、今回は解説なので、前回と同じ私の大好きな椎名林檎さんの丸の内サディスティックを例として使っていきたいと思いますので、ちょっと検索から探していきたいと思うのですが、実際はそうではなくて、検索ではなくて、たまたま見ていたら使ってみたい音楽があったということもあるかと思います。対象の動画を開いて、で動画視聴中にこの動画の音楽使いたいなという場合、その時このグッドとかバッドとか共有とかあるこの列ですね、少し右から左へスライドしてみてください。そうするとこの中に作成というボタンが表示されております。実はここから簡単に YouTube ショート動画を作ることができるんです。実際にこちらの作成ボタンタップしてみましょう。そうするとこの YouTube ショート動画を作成する画面が自動的に開きました。そして音楽も今視聴していた音楽がそのまま使えるようになっております。で、この YouTube の中の音楽を使う場合は最大15秒間となっているようですので、15秒間この音楽を使うことができるようになっております。あとは通常通り速度調整やフィルターの調整、また音楽どこを使うかなど設定をしていただいて、撮影ボタンを押して動画の撮影を行ってみてください。撮影が完了いたしましたら、テキストを入れたり、そのテキストのタイミングなど設定編集を行って、よろしければ次へをタップして、そして動画のタイトルを入力して、公開範囲の設定、それから子ども向け動画かどうかの設定を行って、よろしければアップロードボタンをタップして、アップロードは完了となります。で、アップロードが完了すると、先ほどの動画の視聴画面に戻りますので、また動画を引き続き視聴することができるようになっております。なお、例えば同じ丸の内サディスティックでも、こちらの東京事変の幕の内サディスティックのこの動画ですね、ライブ動画なんですけれども、こちらを開きますと、この先ほど作成ボタンがあったこのグッドとかバッドとかこの並びですね、この並びに作成ボタンがございません。作成ボタンがない動画の音楽につきましては、 YouTube ショート動画の音楽として BGM として利用することができませんので、ご了承ください。なお、この作成ボタンの表示非表示というのは、チャンネル運営者が設定をすることができるようになっております。では、その設定方法をご紹介してまいりましょう。設定にはパソコン版 YouTube の YouTube スタジオを開く必要があります。それではパソコン版 YouTube を開きましたら、ログインをして画面右上のプロフィールアイコンから YouTube スタジオを開いていきましょう。 YouTube スタジオを開きましたら、画面左側メニューの上から2つ目コンテンツをクリックしてください。そうするとこれまでに自分が投稿した動画が一覧でこのように表示されますので、この中で YouTube ショート動画の BGM として自分の動画の音声、使ってほしくない動画の
のサムネイルなどをクリックしてみてください。そうするとこのような動画の詳細という画面が開きますので、こちらの画面下へスクロールしていきましょう。そうすると一番下にすべて表示という項目があります。こちらもクリックして開いてください。そうするとさらに項目が増えます。そして一番下までスクロールをした時の画面真ん中あたりにショート動画のサンプリングという項目があります。ここで今私は例として前回投稿したこの YouTube ショート動画をスマホから投稿する解説の動画ですね、この動画を選択しておりますけれども、この動画の音声を YouTube ショート動画の BGM として利用してほしくないなという場合は、このショート動画のサンプリングの中のユーザーにこのコンテンツのサンプリングを許可するこちらのチェックを外してください。でチェック外しましたら必ず忘れずに画面右上の保存、こちらをクリックします。こちらクリックしないとこのチェックを外した設定反映されませんので、忘れずに保存をクリックしてください。またこのように一つ一つチェックを設定することもできるんですけれども、自分のチャンネルの中の動画すべて YouTube ショート動画の BGM として音声利用してほしくないなという場合は、まとめて設定することもできるようになっております。その場合はこのコンテンツ一覧の画面で、画面左上のこの動画と書いてある左側にチェックボックスがありますね。こちらカーソル合わせるとすべて選択と書いてあります。こちらにチェックを入れると今表示されているこのページの動画すべて選択されます。チェックが入ってますね。そしてこれだと1ページ目だけになるので2ページ目3ページ目というのは選択されていない状態なんですが、ここでこの一番上のすべて選択、こちらをクリックするとすべての動画を選択しましたとなりますので、2ページ目3ページ目以降のすべての動画にチェックが入ったことになります。このようにして自分の投稿した動画すべて選択することができます。またもしこの中で、じゃあ例えばこの動画は YouTube ショート動画として音声サンプリングされても問題ないよというものがあれば、チェックは外してください。そしてよろしければこちら画面上部の選択をしたところの右側ですね、編集という項目があります。こちらクリックしてみましょう。そうするといくつかメニューが表示されるんですが、下から3つ目にショート動画のサンプリングという項目があります。こちらクリックしてみてください。そうするとショート動画のサンプリング設定ができるようになっております。この新しい値のところですね、今サンプリングを許可すると書いてありますが、三角矢印クリックするとサンプリングを許可するかサンプリングを許可しないか選ぶことができますので、サンプリングを許可しない、こちらを選択して、そして忘れずに画面右上の動画を更新、こちらをクリックしていただくとすべての動画の YouTube ショート動画の BGM としての利用を外すことができるようになります。つまり先ほどの解説でスマホから動画を開いた時に表示される作成ボタンですね、この作成ボタンが表示されないように設定することができました。このように動画一つ一つ、もしくはまとめてショート動画のサンプリング機能を設定することができるんですけれども、例えばパソコンから動画を投稿するときに、最初このようにタイトルを入れたりとか動画の説明文を入力したりサムネイルを設定する画面、詳細設定の画面があるかと思うんですけれども、一番下までスクロールするとすべて表示という項目があります。こちらクリックしてまたさらに下へスクロールしていただくと、ここでもショート動画のサンプリングという項目があります。でこのユーザーにこのコンテンツのサンプリングを許可するというのはデフォルトではチェックが入った状態の設定となっておりますので、いつも必ず YouTube ショート動画の BGM として利用してほしくないなという場合は、投稿時こちらのチェックを外した状態で投稿を行ってみてください。このようにご自分の動画の音声を YouTube ショート動画の BGM として利用しても大丈夫かどうかの設定はご自分で設定することができるようになっております。YouTube を視聴しながらでも、その視聴している動画の音楽を BGM として使って YouTube ショート動画を作成し投稿することができるようになっております。なお詳しい YouTube ショート動画の投稿方法につきましては、以前のこちらの解説ぜひ参考にしてみてください。それでは以上となります。
最後までありがとうございました。この動画が役に立ったという方は高評価ボタン、またチャンネル登録をしていただくと嬉しいです。もしこの動画にご質問のある方はお気軽にコメント欄へご質問くださいね。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしています。また music.jp にてオンラインサロンも開催中。オンラインサロンでは YouTube ではお話ししていないようなこともお話ししていますので、ぜひ参加お待ちしております。